パナソニックグリーンインパクトの実現に向け、自社の事業活動の拠点である自社工場やオフィスの CO2 排出を実質ゼロにするという取り組みを推進しております。自社のバリューチェーンとしましては、オンインパクトということで、2050年までに1億トンの排出削減を目指しております。その中で自社工場やオフィスから排出される220万トンの CO2 を2030年までにゼロにするということを目標に推進をしております。具体的には、省エネ、再生可能エネルギーの利活用を、再生可能エネルギーの調達に取り組んでおります。まず一つ目の省エネなんですけども、これは照明の LED 化であったりですとか、 AI を用いたエネルギーマネジメントシステムの導入などの先進的な省エネルギー技術を入れていくというところで、まず工場で使われるエネルギーを徹底的に削減するという活動をしております。次に、自拠点の敷地内に太陽光を設置したりですとか、あと蓄エネルギーシステムを導入する、あと水素燃料電池を入れるなどして、自拠点で再生可能エネルギーを利活用していくということに取り組みます。そしてそれに外部から 100% 再生可能エネルギーを調達してくるなどといった再生可能エネルギーの調達の取り組みを組み合わせて、各工場を CO2 排出実質ゼロにしていくという取り組みを進めるということになります。2018年にまずパナソニックグループで最初の CO2 ゼロ工場が誕生いたしました。2021年には5地域9工場でモデル工場として CO2 ゼロ工場ができまして、2020年にはそれが31工場までグローバルで拡大をしました。これを2024年に37工場にしていくということを目標に取り組みを進めております。我々パナソニックは、これまで人々の暮らしを豊かにするためにさまざまな製品をお客様に提供し、それで社会の生活を豊かにしてきました。一方で、その製品を生み出すために、我々の工場ではたくさんエネルギーを使い、それで CO2 もたくさん排出しております。これからは我々の提供する製品でお客様の生活を豊かにするだけではなく、持続的な豊かさを実現していくというところは、我々パナソニックが果たすべき企業の社会的責任、責務であるというふうに考えています。パナソニックには全世界で250の工場があるんですけども、全て同じやり方で CO2 実質ゼロを達成できるわけではなくて、それぞれ画一的なやり方が存在をしているわけではないというところが難しいところです。それを共通的に使える部分を整理していく部分と、個別で対応していく部分っていうのを整理をしていくというところが難しいところかなというふうに思っています。私はこの仕事を担当してまだ日が浅いという、自分自身の専門性を使ってその成果を出していくとか、それが書籍とか、ひいては社会に貢献をしていくっていうところが、それがなかなかできない中で、やっぱ大きな仕事なので、日々苦労しながらやってるというところで、なかなか大きな喜びを感じれたっていうところまでは行ってないっていうのが正直なところではあるんですけども、脈々と先人の方が作り上げてこられた仕組みであったりとか、ノウハウ、知見を現場の方が主体的に活用されて、それで着々と CO2 ゼロ工場を達成されているというところに、パナソニックの現場力というんですかね、非常にそこは頼もしさを感じているところであります。目の前の一つ仕事を一つ一つやっていくというところが大事なのかなというふうに思っています。パナソニックは250の工場がありまして、それぞれいろんな多種多様な製品を取り扱っています。多様性のある会社だと思うんですけども、それでも一つの CO2 ゼロ工場っていう目標に向かって同じ方向性を向いて、力を合わせてやっていくっていうところは、パナソニックの文化っていうか、その特徴的なところかなというふうに思います。こと省エネの取り組みに関しては、10年以上も前から工場の方でさまざまな取り組みを積み重ねてこられました。その取り組みの積み重ねが今の CO2 ゼロ工場推進につながっているというところは、パナソニックの独自性の部分かなというふうに思っています。2030年にグローバル全工場を
まあ、CO2 ゼロ工場にしていくっていうのは非常に大きな目標で、決して簡単には叶えられない目標だというふうに思っています。一つ一つのアクトは小さいんですけども、それがまあ積み重なって大きなインパクトになっていくというところがまあ今でも見えてきていますので、これをまあ引き続き推進して2030年の社会にお約束している全工場での CO2 ゼロ工場達成というところに向けて、これからも頑張っていきたいというふうに思っています。